はい、どうも、高校サッカーがフェチの高校サッカーフェチです。今回は攻撃的ミッドフィルダー編パート2をやっていこうと思います。山口葵、3年、瀬戸内高校、プリンス中国。瀬戸内の久保。瀬戸内といえば司令塔の江川楓とエースフォワードの澤田義則というアンダー17高校選抜の絶対的2人を要するが、ドリブラーの浦岡龍之介、パッサーの川本流星、テントリアの野上亮が、守護神の大木大輝などタレントが豊富で、この山口もその一人。フットサル仕込みのテクニカルなドリブルで果敢に仕掛け、パンチ力のある左足シュートを叩き込む。島野大和、3年、桐生第一高校、プレミアイースト。遊び心。プレミア昇格を果たした昨年の桐生第一は、ほぼ3年生だったが、数少ない2年生で出番を得ていたテクニシャン。キレと遊び心あふれるドリブルが非常に魅力的。今年前半戦は主力だったが、終盤戦は怪我なのかわからないが、メンバーにも入ってなかったのが残念です。平賀空、3年、京都アンダー18、プリンス関西一部。キャプテン。昨年からファードのスタメンとして活躍したが、今年は運動量や突破力を生かしてサイドでもプレーしている。代表歴はまだないが、トップ内定し早生まれなのでチャンスはあるだろう。高橋オーラ、2年、中央学院高校、千葉県2部。オーラ満載。ドリブルをはじめとした個のテクニックを最重視した千葉の清和学園こと中央学院の象徴のような選手。まだ2年だが、すでにプロも注目しており、そこそこリーチもあるゆえの独特な間合いのドリブルは一見の価値あり。選手権予選ではプレミア常連の琉球大柏相手に自分たちのサッカーをやり遂げた上で、内容でも互角以上の戦いで大金星を挙げた。今のところ個人的に今年の高校サッカー界最大のサプライズ。ちなみに中央学院の監督さんのコメントが非常に印象深いので、それを読み上げます。
練習は自分が上手くなるためにやれといつも生徒に言ってるんです。こちらは上手くなるための2時間をセッティングしているだけ。素走りや筋トレは全くやりません。ボールをたくさん触ってサッカーが好きだという気持ちを忘れず、上手くなりたい、こういう選手になりたいという気持ちを大事にしてあげる。僕らは日本一上手い選手を育てたい。今後どの監督さんの下でやるとしても、止める、蹴る、運ぶといった技術でその要求に応えられる選手をね。何をやってもいい、ミニゲーム感覚でやると、それがうちの色だから。注文をつけたのはボールに乗れくらい。結局誰もやりませんでしたけどね。源平大和、2年、名古屋アンダー18、プレミアウエスト、隠れた逸材。今年はプレミアでベンチに食い込めていないが、ポテンシャルが楽しみなドリブラー。左足のテクニカルな仕掛けで見せ場を作る。顔もイケメンで、名前もかっこいい。田沢湖駅前にあるこのお店に寄ってみたいと思います。いや、なんか乃木坂が流れてるよ、ね、ルートだっけ、ルート、雲の哲也が作った